この動画では、星と星座の、星の名前と色、夏と冬の星座、北の空の星座、北極星について学習します。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。第1問。太陽のように、自ら光を発している星のことを、何と言いますか？正解は、恒星です。自ら光を発している星を、恒星と言います。夜空に見える星は、太陽と同じように、自ら光を発している恒星です。第2問。星の表面温度の違いで、星の何が変わりますか？正解は、色です。星の表面温度の違いで、星の色が変わります。約1万2000度以上の星は青白色、約1万度の星は白色、約6000度の星は黄色、約4500度の星は橙色、約3000度の星は赤色です。第3問。星の明るさを示す単位のことを、何と言いますか？正解は、等級です。星の明るさは、等級を使って表します。最も明るい、一等級の明るさの星を、一等星と言い、肉眼でギリギリ見える、六等級の明るさの星を、六等星と言います。等級を表す数が小さいほど、明るくなります。第4問。六等星の明るさを1倍としたとき、一等星の明るさは、六等星の何倍になりますか？正解は、100倍です。星の明るさは、一等級で約 2.5 倍変わり、一等星の明るさは、六等星の明るさの、ちょうど100倍になります。第5問。オリオン座にある一等星の名前は、何ですか？2つ答えてください。正解は、リゲル、ベテルギウスです。オリオン座にある一等星は、リゲル、ベテルギウスです。左上にある星がベテルギウス、右下にある星がリゲルです。第6問。オリオン座のリゲルは、何色ですか？正解は、青白色です。オリオン座のリゲルは、青白色です。第7問。オリオン座のベテルギウスは、何色ですか？正解は、赤色です。オリオン座のベテルギウスは、赤色です。第8問。乙女座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、スピカです。乙女座にある一等星は、スピカです。第9問。乙女座のスピカは、何色ですか？正解は、青白色です。乙女座のスピカは、青白色です。第10問。白鳥座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、デネブです。白鳥座にある一等星は、デネブです。第11問。白鳥座のデネブは、何色ですか？正解は、白色です。白鳥座のデネブは、白色です。第12問。こと座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、ベガです。こと座にある一等星は、ベガです。第13問。こと座のベガは、何色ですか？
正解は、白色です。こと座のベガは、白色です。第14問。わし座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、アルタイルです。わし座にある一等星は、アルタイルです。第15問。わし座のアルタイルは、何色ですか？正解は、白色です。わし座のアルタイルは、白色です。第16問。大犬座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、シリウスです。大犬座にある一等星は、シリウスです。第17問。大犬座のシリウスは、何色ですか？正解は、白色です。大犬座のシリウスは、白色です。第18問。子犬座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、プロキオンです。子犬座にある一等星は、プロキオンです。第19問。子犬座のプロキオンは、何色ですか？正解は、黄色です。子犬座のプロキオンは、黄色です。第20問。牡牛座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、アルデバランです。牡牛座にある一等星は、アルデバランです。第21問。牡牛座のアルデバランは、何色ですか？正解は、橙色です。牡牛座のアルデバランは、橙色です。第22問。サソリ座にある一等星の名前は、何ですか？正解は、アンタレスです。サソリ座にある一等星は、アンタレスです。第23問。サソリ座のアンタレスは、何色ですか？正解は、赤色です。サソリ座のアンタレスは、赤色です。第24問。冬に南の空に見える星座のうち、オリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオンを結んでできる三角形のことを、何と言いますか？正解は、冬の大三角です。オリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオンを結んでできる三角形のことを、冬の大三角と言います。第25問。夏に南の空に見える星座のうち、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイル、コト座のベガを結んでできる三角形のことを、何と言いますか？正解は、夏の大三角です。白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイル、コト座のベガを結んでできる三角形のことを、夏の大三角と言います。第26問。夏の夜空に、多くの星が集まり、うっすらと白い川が流れているように見えるものを、何と言いますか？正解は、天の川です。夏の夜空に、多くの星が集まり、うっすらと白い川が流れているように見えるものを、天の川と言います。第27問。天の川を挟んで反対側にある、わし座のアルタイル、こと座のベガは、別名、何と呼ばれていますか？
正解は、彦星、織姫星です。天の川を挟んで反対側にある、鷲座のアルタイルは、彦星、琴座のベガは、織姫星と呼ばれています。第28問。夏に南の空の低いところに見える、夏の代表的な星座で、赤色の一等星を含む星座の名前は、何ですか？正解は、サソリ座です。夏に南の空の低いところに見える、夏の代表的な星座は、サソリ座です。赤色の一等星の名前は、アンタレスです。第29問。北の空に見える、コグマ座に含まれる星で、ほぼ真北にあり、一年中同じ位置に見える星の名前を、何と言いますか？正解は、北極星です。コグマ座に含まれる星で、ほぼ真北にあり、一年中同じ位置に見える星は、北極星です。北の空の星と星座は、ほぼ一年中見ることができます。第30問。北極星は、南東星ですか？正解は、二等星です。北極星は、二等星です。第31問。北極星は、何色ですか？正解は、黄色です。北極星は、黄色です。第32問。北の空に見える、大熊座に含まれる星で、柄杓のような形をした7つの星の集まりを、何と言いますか？正解は、北斗七星です。大熊座に含まれる星で、柄杓のような形をした7つの星の集まりは、北斗七星です。第33問。北の空に見える星座で、アルファベットの W のような形をした星座を、何と言いますか？正解は、カシオペア座です。アルファベットの W のような形をした星座は、カシオペア座です。第34問。北の空の星は、北極星を中心にして円を描くように動いて見えますが、北の空の星の動きは、時計回り、反時計回り、どちらですか？正解は、反時計回りです。北の空の星は、北極星を中心にして、反時計回りに円を描くように動いて見えます。問題は以上です。今回は、星と星座の、星の名前と色、夏と冬の星座、北の空の星座、北極星についての学習でした。定期的に、繰り返し視聴して、知識を定着させましょう。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。